はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、うん、スターウォーズのチョコエッグ2の2回目の開封ですね。はい、また2ボックス購入しましたので、うん、今度こそコンプそしてシークレット、はい、当てたいなと思います、うん、じゃあ開けていこう、うん、前回出したものここに10種類ありますね、うん、あと4種類でコンプなんでね。おー、じゃあそれぞれ開けていこうか。はい、はい、じゃあ1カプセル目開けます、うん、カモン。まずカナタ、うん、よいしょ。はい、何へい。おー、エクシングファイター。いや、持ってる持ってます。じゃあ2カプセル目いきますね。はい、頼む。あー、X-Wing。うーん、よいしょ。あー、F-1-8-7 ね、うん、ストームトルバーのフィンだ。3カプセル目いくね。はい、頼む。持ってるの出てください。あー、タイファイター。あー、僕の3カプセル目ね。あー、X-Wing。あ、またか。4カプセル目来い。ドリア R2D2。 僕の4カプセル目 R2D2。 5カプセル目お願いします。お願いします。ドリアカイロレン。だ、僕の5カプセル目。よいしょ。あ、カイロレンでしょ。なぜか親子同時に被りまくるという。じゃ、6カプセル目いきます。頼む。新しいのお願い。あー、ファーストオーダーストームトルーパー。僕の6カプセル目。お、あ、ルークだ。やったー、シークレットだこれ。やったー、シークレット出たー。すごいすごい。シークレット S って書いてある。おー、やったー、当てたー。おめでとう。やだー。で、私の7カプセル目、ね、持ってないのお願い。ストームトルーパー。僕の7カプセル目。あー、まずかなたー。8カプセル目、トリア C3PO。 僕の8カプセル目 R2D2。 はい、じゃあ9カプセル目。これでそろそろあと出ないとフルコンプが厳しくなりますんで、うん、頼みます。お願いします。こいこいこい。カイロレン。ツーだー。僕の9カプセル目お願い。こい。おお、スターデストロイヤーだ。やった、持ってない持ってない、うん、僕はね、これ最後の1個だね、うん、で、これで BB-8 とかキャプテンファズマ出ればよろしい、うん、レーシングも残り1個なので2人で出しちゃおうよ。そうだね。さあ、パパ最後の10カプセル目 BB-8 とかファズマお願いします。おーのー、ストームトルーパー。最後の10カプセル目 BB-8 とかファズマお願い。はい、レイ。はい、ということで20カプセル開けましたけれども、フルコンプはできませんでした。あ、まあだけどもシークレットのルーク・スカイウォーカーエシンク当ててくれましたよ、うん、おめでとう。素晴らしいね、うん、これも当てたよ。スター・デストロイヤーね。はい、今回出た新しいやつですね、うん、まずこれがスター・デストロイヤーだね。ファーストオーダースター・デストロイヤーじゃなかったね、うん、まあ、昔懐かしのスター・デストロイヤーって感じ。はい、ということでシークレットのルーク・スカイウォーカーも出ましたね。よかったね、うんうん、これちゃんと手が機械になってるね、こっちね、うん、なってるよね。よかったよかった。いやー、安心したなんか、うん、ということで他被ったやつは、3PO が1体、 R2D2 が3体、レイ1体、マズ・カナタ2体、うん、ストームトルーパーのフィンバージョンが1体、うん、普通のストームトルーパー3体、カイロレン3体、ファーストオーダータイファイター1体、うん、ポーダメロンの X-Wing 3体という結果になりましたね。すごい被ったね、うん、まあ、ということで、まあ、おそらくこのスターウォーズ2の直営区これが最後になるかなと思いますね、うんうん、これ以上やるとね、うん、太っちゃうんで。確かに、本当にこの直営区のこれね、見てよ、これタッパー、ひょえー、またいっぱいになっちゃった。これちょっとずつ食べてたんだけどさ、うん、これね、食べると大変なのよ、ね、大変だ太っちゃってね、うん、はい、ということで今回はチョコエッグのスターウォーズ2でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回がスターウォーズウィークのデイ3かな、うん、うん、いよいよ近づいてきましたんで楽しみだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。